タンタカスーイ。浦島バンが竜宮城に着くと、妖精たちが出迎えてくれました。ようこそ浦島バンさん。うちの亀を助けてくれて感謝します。お酒が好きだと伺いましたので、たくさんご用意いたしました。どうぞゆっくりしていってください。天国のような場所じゃねえか。それから浦島バンは毎日のように宴会を楽しみました。もちろん酒癖の悪さは相変わらずでした。部屋まで連れてけ。うっせえな、自分で歩け。おやすみなさい。そこ、オイラのベッド。これだから飲んだくれは嫌なんだ。あの男は一体いつまでいるんだろう。いい加減に帰ってくれないかな。そりゃあゆっくりしていってくださいとは言ったけどさ。私はもっといてほしいな。エレイン、まさかあの男に。だって浦島バンさんいい人だし、外の世界を見たことがない私にいろいろ楽しいお話を聞かせてくれるのよ。まずい、妹のエレインがマンオブクズみたいなやつに惚れたりなんかしたら、一刻も早く追い出さなきゃ。君も地上に家族とか友達を残してきて寂しいでしょ。そろそろ帰った方がいいんじゃないの。確かにここんとこずっと団長と飲んでねえしね。そろそろ帰るとすっか。よし。 あのこれお土産の玉手箱なんですけど。散々楽しんだ人にはこれを渡さなきゃいけない決まりでね。開けたら大変なことになるので絶対に開けないでください。って言われると開けたくなっちゃうんだよな。開けたらおじいさんになっちゃうのに。歳を取ってない。なんで。ああ、俺不老不死で歳取らねえんだわ。それず